皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと山太郎です。今日はどこで撮影してるかというと、渡るくんのお家なんですけども、今日2本目ですね。前回は汚い部屋をちょっと物色した、はい、どうだった？恥ずかしかった？物色、うん、なんか警察みたいな感じで、なんか あるんですか？ちょっとベッドのこの布団の裏なんかあるの？いやないやない。しかもなんかいきなりされたんで、本当に物を整理できてない状態なんで焦りましたね、はい、いややっぱ男の部屋はちょっと気になるな。まあでもザ男の子の部屋でしょ。まあそうですね。AV とかあるんじゃないかなってずっと思ったけどなかったんで、くちくしゃー。はい、今日何をするかというと、タイトルがこちら、彼氏彼女のここを直してほしい編、用意してきました。用意してきました。前回はスマホを下に置いてカンペとして使わせてもらってたんですけど、はい、今日は堂々とテーブルの上にスマホを置いて喋りたいと思います。いちいち言うのね、そこ。わかりました。お互い3つずつですか？いや、やめてね、本当うちの印象を失墜させるようなことやめてね。営業妨害として次会うのが法廷になりますよ。重いわ。はい、うちらね、重いって言われたからね、この前の動画で。ああ、将来、いや、あれですから、視聴者さんからのなんか疑問をうちらでこのコメントで、あ、こういうこと気になるんだ、じゃあこれをちょっと動画に取り上げようって言って話しただけですからね。そんな多くないです、全然軽い軽い。軽いよな。え、軽いよな。まあ軽い重いとかまあどうでもいいや。別に重い軽いとかないですよ、安心してください、うん、じゃあ早速いきますか。はい、行きましょう。動画スタート。あ、一緒にお願いします。動画スタート。1つ目、やめてやめて。まあここは、まあ、付き合って1ヶ月経っていろいろ感じたところあって、はい、ここが一番だなっていう思ったのが、はい、スケジューリング。ガーン、それ言う、ね、これって多分僕だけじゃなくて、いろんな方にこうマネージャーさん含め、まあバンドメンバー含めグサ言われてると思うんですけど、はい、これを例えば1週間単位で、はい、スケジューリングして時間帯をこう調整するっていうのは結構難しいと思うんですよ、はい、普段それ意識しながらってできないと思うんですけど、翌日何をするかっていうこと自体はちょっと細かくスケジュールしてほしいなっていうのが僕の思いで、もう胃が痛いわ、うん、今日も実際に何分ぐらい今日遅れたんだっけ。まあ仕事だからしょうがないんだけど、3、40分ぐらい、うん、まあ、3、40分だっけ、ごめん、1時間、うん、まあそうだよね。で、あれば、だいたいその翌日撮影時間、編集時間、まあ仕事のところで割合としてこうどのぐらい割くか、しかもバッファーを持ってね、はい、連絡をくれればこっちも合わせやすいかなっていうのが思いましたね。すいません。そこってなんか考えとしてこうだからみたいなのあるの？いや、それがね、特にないんだ。ないっていうか、一応罪悪感の申し訳ないので、やっぱ人にさ時間を作ってもらってたから、その人の時間をうちは奪ってしまってるわけだから、もう罪悪感としてはすごいあるんだよ。で、エピソードがあって、その日12時、お昼の12時に待ち合わせだから、じゃあそれに、まあ、絶対間に合うようにしなきゃって言って、うん、ちょっと早すぎるんだけども、朝7時に起きたの、うん、で7時に起きて準備していたのになぜか遅刻したの。別にどっか寄り道とかじゃないんだよ、うん、いきなり電車なんか真逆乗っちゃったりとか、もういろいろなんかうわーってなっちゃって、うん、家にもそのお財布忘れたりとか、なんかもうほんと、うん、もうね、ほんと辛いんですよ自分でも。でも、うん、最近ちょっとずつ改善しつつある。へえ、うん、通知時計みたいにつけて30分前に次やるタスクをなんか、ああなるほど、タスク整理してね。そう、うん、ただ気をつけるの忘れたから遅刻しました。ああなるほど、時計のせいにしましたね、うん、いやほんとこの場をお借りして、はい、本当に、いつもご飯とか食べに行く時とか、うん、サイゼリヤの待ち合わせとか、サイゼリヤ言うな、遅刻してしまって、うん、すいませんでした。もう直していくんで、はい、これからもお願いします。はい、こちらこそお願いします。じゃあカノンさん、僕に対して、はい、あげていただいていいですか？ちゃんとノートに順番こで書いてますよ。反撃をやっていきます。反撃のノート。はい、じゃあ一つ目、食の好みがちょっとあれかなみたいのがあって、まあちょいちょいご飯行くじゃないですか。毎回さ、渡るがやる店ってさ、うん、なんか辛くない？料理。
まあ確かにね、さっきも多分物色してもらって分かったと思うんだけど、蒙古タンメン中本はね、おかしいよね、定期的置いてあるしね、まあ、あれは辛くはないんだけど、いや辛いから。あ、そうなんだ。あ、辛いよ。あ、辛いんだ。うん、あれじゃん、辛いの好きじゃん、うん、もううち知ってるし、うん、で、うち辛いの全然ダメなんですよ、うん、対照的だね、うん、うん、で、まあ、誰にうちはもう事前に自分の情報を、うん、まあ、辛いの無理だからって伝えてて、うん、そうだね、うん、で、渡る、じゃあ今日このお店みたいな、え、なんか中華みたいな、なんか、あの、韓国料理みたいな、うん、え、辛い、辛いよねって、いや、大丈夫、あの、カノンが食べれる、普通の一般の人が食べれる辛さだから安心してみたいな、麻婆豆腐とか、まあね、言ってるね、うん、で、うわ、麻婆豆腐が美味しそうって言って食べたらめっちゃ辛いんだよね、毎回。あー、なるほどね。これ何回目みたいな、もう、4、5回ぐらいあるよ、それ。うん、確かに、そこは学習してないね、うん、あ、でもね、だんだん辛さは抑えられてきてんだけども、うん、最初めっちゃ10が辛かったの、うちの中で、うん、で、今だいたい5ぐらいの辛さなんだけども、うちの許容範囲は 1.5 ぐらいだから、うん、まだまだなんで、あとだから 5、6 回行かないとうちは多分追いつけない、そこの、うん、領域にね、うん、まあ確かにね、そこは食の好み超重要だよね。ね、ちょっと、はい、困っちゃいますね、うん、お願いしますよ、はい、もう少しちょっと甘口のところでお願いします。はい、わかりました。次から気をつけます。はい、なんだこのトーク、これ面白いかな、大丈夫かな、不安になってきたけど、ね、じゃあ2つ目、まあ、これはね、はい、メンバーのあっくんさんも言ってますが、第三者に対して、積極的に話しかける。え、でもさ、そこまでさしか言わないとさ、うちただのやべえやつになっちゃうじゃん。要はあれでしょ、なるほどね、うちらの仲間うち以外の人たちに対してうちが、わーいみたいな、要は通行人とかに話しかけてるってこと。まあエピソードで言うと、例えば飲食店行くにしろ、何かこう第三者を交えたシーンがあった時に、その人にその例えば天気の話とか一般的なその日常会話っていうのを関係なくぶち込むっていうのが彼女の本当特技なんですけど、これは逆にどっち特技なの、だけどいいとこって出過ぎると逆に悪い面になっちゃうから。要はあれでしょ、あのタクシーとか、うん、あっくんとか渡るとかうち3人乗った時も、うん、そうそうそう、その運転手さんに、うん、あ、今日天気悪いですよねみたいな、うん、なんか結構絡むみたいな感じでしょ。そうだね、あの時多分気づいてないけど一瞬空気がピーンって流れてるね。この時に俺とかあっくんとか、うん、ん、ここはリアクションってどうしたらいいのかな、無心でいいのかなみたいな、ちょっと考えちゃう。あー、あれ、あのボケた時とか、ボケた時もそうだしね、あ、たまにボケるうち、うん、そうだね、うん、確かにそこら辺はまあ直すっていうよりか、あ、直してほしい、うん、まあなんつうの、 TPO じゃないけど場をこうわきまえた瞬間をこうなんか増やしてほしいなっていう。あー、でもね、ちょっとここはうちの印象をね失墜させたままでは良くないから、うちちょっと印象をもう一回回復させるね、うん、同じようなエピソードをね、うち韓国のそのYouTuber さんとその韓国現地でコラボをしに行った時のお話なんだけども、なんか iPhone ケースショップとかそこら辺にいっぱいあるのよ。で、店員さんにね、私はねこのスマホ使ってるんですけど、ちょっといいケースないですかねみたいな感じで、こういうテンションで絡むの。そしたらその韓国の現地のその YouTuber の友達が、カノンってさ羨ましいよみたいな、なんかいろんな店員さんと仲良く話せるっていうのは、うん、なんかある意味特だから、まあ確かに、なんかうちら私たちはできないから、なんか一緒に行って なんか楽しいみたいな。まあ確かに、どうよどうよ。いや、そこのね自己開示的なところはすげえいいと思う。で、結局自分が欲しいものに対して店員さんに一声かければそれは解決する場面もあるから、まあ勢いがあっていいね。でしょ、うん、そんな褒めんなって。あ、待って待って、ちょっとさ膝崩していい？あ、いいっすよ、限界。うん、はい、正座しようって僕が言ったんですけど、ちょっともう限界でした。え、どう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 。分かった、はい、次。はい、次。これも、私はどうしても直していただきたい。それは何かっていうと、時間ですよね。うん、時間。うん、うん、それは自分のことじゃなくて違うの、あのね、もう真逆なんですよ。これ言っちゃうと、もう大丈夫っていう風に視聴者の方が思っちゃうかもしれないんですけど、なんか、うん、分かんない、自分でも病気だと思ってる。うちの犬と一緒だね。コメント欄怖い。